こんにちは。10月の13日金曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現時刻5時を今過ぎたところでございます。東京外為市社は日銀の鑑賞時間終了とおいうところで、まあ、いわゆる東京市場時間はこれをもってしてほぼほぼ終了と。ほぼ終了。まあ ほぼ終終了了といいうか、まあ、事実上終了したわけでございますがさて本日の東京市場のセンチメントまだこれからどの程度まで引きずるのかなというのが、まあ、今夜、これからのポイントになるのかなという,ふうにして見ております、えー、ご存知のところ日経平均株価が21年ぶりに2万1000台を超えてというところで、まあ、今日はかなりです、ね、株式市場の活性化が話題になりました。さてで今朝でございますでも午前10時から えー、ラジオ日経さんのマーケットプレイスに出演させていただきました。株式市場の方はかなり盛り上がってますねとおいうふうにして申し上げたんですが、さて本日の東京市場、えー、の直前、えー、米国のお今夜はし、えー、消費物価指数あるんですけどね、生産物価指数だとか、えー、いうところないしは、ポンドドルの強含み EU 離脱において少し有用 期限が増えるというような形でのポンドの買い戻し。まあ、これはドイツからの報道でございますけれども、そうした動きであったりだとか、えー、その他でございます。これも以前ちょっとご案内させていただきましたが、米国の大学と政治コンサルティングの会社で共同出してます。ブックメーカーでございますけれども、またまた、トランプ大統領から内緒は財務長官からもあったんですが、ちょっと FRB 議長。 の人事選考、混迷しているようでございます。難航しているようでございますね。二三週間、えー、要は10月の22日ぐらいじゃないでしょうかねというふうにして申し上げたんですが、来月になる可能性があるとおおいうところ、えー、こうしたことがちょっと話題になったということでラジオで申し上げさせていただいたんですが、さてそれと並行してでございますドル円レートご覧になっていただければと思いますが。本日はまあこれ東京金融取引所クリック株365でのレートでございます。えー、21,200円水準意識してとういうところで今日は、えー、東京 金融取引所クリック株三六五での日経二二五は二万一千二百二十二円までついているよとこういうところなんですが、ドル円レートにおいてはこれよくご覧になっていただければと思います。もうほとんど値幅が百十二円の前半を中心とした展開でも終始しているとこういうところでございます。え本日は十三日ということで週末の金曜日でございますので週末後等日前倒しということで中値までは少し需給が中心として展開するんじゃないでしょうかというふうに申し上げた経緯なんですがその後 はですね、株高にあまり牽引されずに、リスコンの形にならずに、逆にでございますが、15時、えー、一部報道機関でございましたこれ多分、えー、私、時事通信者さんだったというふうに記憶してるんですが、安倍内閣の支持率よりも不支持率の方が多いと。えー ま、比例代表区などでは政権用途はかなり優勢だというふうにしては出ているんですが、アベノミクス、要は政権の誰が担うのか、その辺の不透明感が強まったということで、ちょっと意識的に112円台を終わらせるような動きが出てきたというところです。現時刻もうほぼほぼ112円ちょうど水準とういうところですが、ちょっとこの辺はですね、東京の外為市場関係者あの、まあ、インターバック市場の見解によれば、ちょっと と週末のところで長期運用期間だとか一部法人さんなどの会運の方は出ていたけれどもあまり積極的な動きが見受けられなかった。逆に200日移動平均線111円の80銭数字。この辺を意識して出てくるのかどうかというような形で待機はしていたものの大きな値動きにならなかったよとういうような見解が聞こえてまいりました。いずれにしてもちょっと今夜。 日経平均株価。まあ、株式市場の方は堅調性でありますが、ドルがどういった形で大円でまた売られてくるのか、この辺がちょっと気になるところでございます。さて、えー、で、話を戻しますが、日経平均株価は今日強かったというところなんですが、さて、今後、前回の買収などもこの 2, 2万1000円水準が大きな分水嶺になるでしょうというふうにして申し上げました。こういったところでやはりポーンと、ちょっと買い遅れ組というんでしょうかね、えー、バスに慌てて乗りたいという向き、国内一貫投資家の動きも指摘されているんですが、 こちらをご覧になっていただければというふうに思います。日経225のオプションでございますが、さあ、じゃあこれを見る限りですと、今後、どの程度まで、今日はちょっとプットの方はですね、あえて割愛させていただきましたどの程度まで上値追いを見ているのかというところでございます。コールオーバー、ブルコールになっておりますが、えー、なんとこの、えー、左向かって、えー、左側のところでございますが、21,250円の権利行使価格、4000、4000枚、 超えてます、まあ、この辺でえっと思うんですが、一番凄まじいのは2万2000円で5600枚、2 22, 万2250円で6400枚、2万2500円で6900枚と、まあ、この水準だけでも4万枚近く出来上がってるわけでございますけども、一番の出来高、ちょっと盛り上がってるなという印象思いました。2万2500円のコール、2 22, 万2250円、2万2000円の水準までですね、えー、ちょっと、まあ、上値追いリスクを警戒してなんでしょうか。 オプションの出来高が膨らんでできたとといいうところでございます今までは2万1000円にいかない時点で2万1000円水準のところのコールの出来高が増えてますよというふうにして申し上げてきましたがちょっとさらに2万2000円水準までのコールの出来高の膨らみというのがちょっと今後警戒されるのかなというふうにして睨んでおりますさてで本日はやはり日経平均株価を中心としたテーマになるということでこちらのタイトルでご案内させていただこうかと思います 21年ぶりの株高審理と10月16週為替見通しというところでございます。10月16週の為替見通しのはちょっとまた改めて後ほどご案内させていただこうかと思います。今日の主役,主役はやはり日経225日経平均株価というところでございますが、さてまずは今日の出来高のところからちょっと振り返ってみたいと思いますが、えー、本日の日経平均株価最終的な当初一部の値上がり銘柄数は1260 銘柄、値下がりが七百二十三というところで、まあ、えー、値上がり銘柄数。値下がりの銘柄数も大幅に上回ったわけでございますけれども、二十一年ぶりの。二万一千の大台回復とこういうところでございます。ま、え、あ、ー、これはちょっとツイッターマーケットポイントのところで書かせていただいたんですが。失われた二十年というふうにして、よく言われておりましたが。株価においては、失われた二十年は取り返しましたということをですね。週末衆院選に向けては、政権与党側からおっしゃってくるんじゃないかなというふうに思います。もちろん実体経済。 うといののははさておきき日経平均株価の方は大きく上昇しましまたアベノミクスの持続性とこういうところにかなりいいマーケット、えー、強気に見てというところなんでしょうか指数の方はかなり追いかけていって一段と上げ幅を広げたというところでございます、えー、33業種中19今日は27業種ですかね、えー、6業種だけちょっと下がってしまったというところで休,業休営業日 続進というところでございます。で、気になったこと、ところでございます。寒くでしょうかね。3436。世界的な半導体需要の拡大というところで、まあ、こうしたところでは、えー、まあ、半導体関連株、再びこれ、えー、まあ、円安のはちょっと、まあ、安定しているという言い方、ちょっと112円水準が悪いのかどうか、ちょっと微妙なところでございますが、えー、今日はこうしたところでは、 えー、一番。そして、ファーストリテリング、9983でございますけども、昨日の、まあ、倍引けてからだったでしょうかね。えー、決算発表とこういうところで、営業利益全費、前期比38.6%増益と。えー、会社計画も大きく上回ってとこういうところで、海外ユニクロの大幅増益とこういうところ、えー、こうしたところでのマーケット、えー、 同社の株をま大きく買っていったというところでございましたその他ちょっと気になったところはそうですね まあ安川電機なども上昇した中外水害、これは昨日に引き続きというような形になりますでしょうか。ユニーファミマ8028は、つい先日でしょうかね、ちょっと下落していたところでの反発というところかとは思います。で、下落したところなんですけどもね、やはりちょっとどうしても材料というところは品質データ拡開というところが、まあデータ改ざん問題というところで、どうしてもこの辺は、ええー、上値、ね、圧迫している。まあ逆に下押しの警戒の方が強いのかなという見ております。 社債発行などの問題も、これは8月、夏場ですかね、ありました。神戸製鋼5406。えー、本日、えー、下落率ナンバーワンになってしまったと。こうしたですね、ちょっと象徴的な21年ぶりのこうした、えー、中で、やはりこうした問題が出てくるのは、ちょっと非常に残念なところでございます。その他ですね、えー、松田、ジフリー、えー、これはやはりちょっと海外系の えー、米系証券さん、アンダーパフォームにちょっと格下げしてしまったというところ、リクルートの方は、これ、昨日は上昇ランキングのところで、えー、かなり入ってましたが、6まで98、えー、昨日の格上げからの、お、ま、そ、あ、らく今日は上昇したところでの、まあ、利益確定売りというところで、もうこの辺は、えー、それほどネガティブな形にはならないと、まあ、そうした意味では先ほど申し上げたように、ちょっとこうしたせっかくの上げ潮の中,中で、えー、見方が上向きの中でですね、えー、ちょっとネガティブな物色対象になっている株も ありますよというところはちょっとご留意いただければと思いますがただしこうしたところ当然ここで思ってして逆張り思考でえ注目度を強めているというところはこの5406も含めてでございます,がございますのでまあこうしたところもですね今後はぜひ注目していただいてお取り組みいただければというふうにして思いますさてでこの売買心理動向でございますが え前週、前週末の時でございました。日経225においてでございます。えー、かなりいい順張りでというふうにして申し上げた経緯あったんですが、えー、現在は日経225指数の方は、まあ、この2万1000の直前、昨日まで、今朝まででございましたけども、 えーまあ、ちょっと逆張りの形になったのかなというところですね、上がっているところでは売っているというところかと思います、でドル円レートの方、えー、まあこちらの方は今、えー、ドル円レートが112円台の後半からじりじりと下がってきているんですが、こちらの方は逆張りで買いというところですね、さて、そうなりますと、まあ、ドル円レートの方は逆張りの買い、少し強まるのかなというところだと思うんですが、よくよく見ご覧になっていただければと思いますが、あまり大きなパ,、えー、パーセンテージになってないというところですので,ですね。 非常にに細かなな動きになっている日経225の方がですねちょっと今後、えー、新高値水準圏においてどのような値、ね、動きをしてくるのかというのが、まあ、大きなポイントになるというふうにして見ております。 今回の日経22 5とドル円レート、それぞれ売買シナリオがございますが、先に申し上げます。それぞれ今回は様子見というところです。で、まずはドル円の方でございますが、111円の80銭から2円の30という予想レンジで立てさせていただきました。えー、この上下枠の中でそれぞれトレーディングなされる方もいらっしゃるかと思いますが、えー、ぜひ、売った場合でも買った場合でも、 で、注意していただきたいポイントはこちらの方に書かせていただきましたが、下値においては200日線が大きなポイントになるのかなというふうにして見ております。で、え今夜でございますけども、21時半の消費物価指数、こちらがやはり一番大きな材料になりますでしょうか。えー、そしてそれを受けて、ミシガン大の消費指数もそうなんですが、FRB の幹部らがどのような発言をするのか。で、2時でございます。パウエルさん。まあ、ちょっとこれは前回申し上げました。かなり推測を受けての痩せだったのかもしれませんが、 今、FRB 次期議長の候補者に出てて、こうした講演は避ける、キャンセルするんじゃないかという,ように見られていましたが、一応今,今夜2時ございます。まあおそらくそうしたところの発言は控えるかとは思いますが、この方がもし議長になった場合はどういった現状を今見てるのかと、消費物価指数などを見てるのかというようなところでは注目度は逆に集まってくるのかなというふうにして見ております。 日経225の方も先ほど申し上げました通り様子見とこういうところでございます。ちょっとかなりワイドでございますけども、2万1000円水準から2万1220円という予想レンジの中で、どの程度まで上値ダしができるのかというところかと思いますが、ちょっと週末でございますので、どの程度まで調整感が出てくるのかなというのがポイントかと思います。えー、下に,においては2万トンで900円台の維持ができるのかどうか、えー、この辺を一応チェックというところで、まあ、ブルでエントリーなされた方も この辺がちょっと出てくるようですと、十分ご注意していただければというふうにして思います。ということで、来週の為替見通しなんですが、ちょっとまだあまり取り上げられておりませんので、今日実はラジオのところの時に申し上げたんですが、こちらのタイトルでございます。先ほどもご案内させていただきましたが、為替報告書。 トランプ円満帳に警戒する局面とお題させていただきました、えー、4月の時にはトランプ大統領、えー、政権公約をもってして貿易収支の赤字削減だとか、えー、ないしはあ為替監視国に認定するんだということで中国ないしは日本、えー、かなりこの辺が警戒されたというような記憶皆さんお持ちだと思いますが10月にもございますで、加工則ちょっとこの辺はですね細かくは書かせていただかなかったんですが昨年一昨年でその前もそうなんですが大体 15 6日、14日、19日、この辺でございますので、来週の日にちで大体当てはまるというところでございますので、為替報告書と合わせてどのような動きになるのか、ちょっと株式市場、日経二二五の方とはちょっと動きの方がかなり違ってきておりますが、 えー、じゃあ、何にも関係ないのかということではないこともちょっと書かせていただいております。当社サイト、ないしは関連サイト、ぜひごコーにしていただければと思います。えー、週末でございます。かなり今日はですね、えー、揚げ潮の中で日本の景気回復基調っていうんでしょうかね、上根追い基調、かなり強まってのところではございましたが、えー、来週に向けてですね、ぜひまた作戦を再構築していただいてお取り組みいただければというふうにして思います。以上10月ののの日日金曜日の株と為替のバイ バイバイシナリオでございました。